はい、どうも星野剛志です。今日はですね、2024年ハーレーのですね、秋冬ものですね、新作が出ましたので、そのあたりをご紹介したいと思います。まあハーレーというとハンティントンビーチ、コスタメサですね、ロサンゼルスの方のサーフブランドとして非常に有名ですけれども、今までもね紹介してきましたけれども、まあ3年前ぐらいから、まあ、ゴルフの方のラインがこう充実してきてですね、私も大変お世話になってるんですけれども、最近だとですね、私の周りのゴルファー、ジュニアゴルファー、学生ゴルファー、そしてですね、まあ大人のゴルファーの方たちがかなり購入してくれるようになりました。ということでね、今年の秋冬も非常にねおすすめの商品が出てますので、皆さんにご紹介していきたいと思います。それではレッツゴはい、ということでですね、ハーレーゴルフさん新商品紹介していきたいと思うんですけれども、今までのですね定番商品、まあハーレーゴルフの冬のラインナップっていうとワッフルインナーですよね。ワッフルインナー購入されている方非常に多いと思うんですけれども、まあワッフルインナーの実際に上、モックネックからハイネック、非常にあったかいですよね。まあこれはスノボをやられている方とかね、あとまあ最近なんかだとタウンユースで着てる方も結構いらっしゃいますけれども、あとは下のタイツもですね、めちゃくちゃあったかいですよね。僕も自宅にいる時に結構タイツ履いてその上に短パン履いてうろうろしてるなんてことも結構あります。それとですね、まあハイブリッドアウターハイブリッドのパンツですね、まあこれもですね、中が伸縮する、上下で切り返してたりとか、太ももと下のところでこう切り返してたりとかして、非常にゴルフするのにねいいアウターですけども、もう本当ワッフルインナーとハイブリッドアウターをね着てるだけで2枚でね冬なんかゴルフできるんですけど、まあそちらの方はね僕はもうすでに持ってるので、今回提供していただいたのはこちらにこう並んでるラインナップですね。ちょっとね若干ね、例えばこれはベストなんですけれども、グレーのセーターとか、あとそうですね、こちらこれ白の長袖なんですけれども、これ去年黒の長袖もね僕持ってるんですけれども、これすごい気に入ってるんでね、紺の長袖も提供していただいたんですけれども、それはまだちょっとねサイズ的な問題で、まだ届いてません。でまずは正面からところでね、まあ、こちら今季ですねこう新しくラインナップする、これ例えば紺のベストですね、こうやってベストとスウェーターですね、スウェーターこうやってセーター、これですね実際持っていただくと分かるんですけれども、結構素材がすごく伸縮する、ただのセーターじゃないですね、あと毛玉にならないような素材になっています。実際に手に取っていただくと、あウェアってすごい進化してるんだなというふうに思うんですけれども、この紺色と黒と薄いグレーの3つですね。まあハーレーさんというとですね、こうやって見ていただいて分かる通り、基本的にですね、無地のものが非常に多いですね。で、ここにね、今回ちょっと、これ前から欲しかったんで、提供してもらったんですけど、これはね、半袖。これ柄が入ってて、ちょっと面白いんですけれども、半袖なんですけど、これ薄くですね、ハイビスカス。の模様が入ってますけれども、これはですね、夏に着ようかなと思っています。で、このセーターですね、セーターと長袖、これだけでも十分あったかいんですけれども、今回ですね、まあ、僕が今この上と下、これはゴルフ用ではないんですけれども、もうこうタウンユースでも全然使えますね、あと家でも着れるし、すごくこう重宝してるんですけれども、ウーブンシリーズですかね、ウーベンスリージュっていうのかな、すごくこの高機能素材のシャカシャカと、シャカシャカとはちょっと違って、なんだろう、音とかはしないんですけれども、非常にですね伸縮性が良くて、このファントムの ね上下、これがですねすごく気に入っております。ちなみにですね、僕はこれ気に入りすぎて、これ上着がですね、ちなみにこのボタンのやつと、これは黒いやつで、まだ値札ついてますけれども、で、ファスナーですね。このファスナーのものもあります。で、こっちは黒のボタンのやつですね。で、下がですね、これ組み合わせがいっぱいありますね。
下が3種類パンツがあります。これはちょっとサビエルパンツって言ってちょっと太いやつですね。太いやつで、太いパンツとこちらのズボンは、これはですね、裾の方で紐でこう絞ったりできるんですね。それと、まあ一番こうポピュラーな形と言いますかね、これはこんな感じでリブがついてます。これはですね、非常に私はすで、にもう大活躍ですね。大活躍です。もう今ズボンも履いてますけどね、カーキの方で。で、これはこの間なんかね、ジャンもすごいかっこいいっつって言ってましたけれども、ちなみにアメリカにいる私の息子たちもこの箱に入ってますけれども、欲しいというので購入しました。そしてですね、まあ、ここの下にあるやつですね、これちょっとね、こちらの紺色のやつ見ていただくと分かるんですけど、まあ、ちょっとこれロゴが違いますよね、カーキのやつ。実はこっちがゴルフラインのものです。このハーレーって入っててゴルフラインの、これですね、ゴルフラインで、ゴルフラインのやつはこうやってリブが入ってます。ズボンの上着のところ、ゴルフラインじゃないもん、タウンユースでもいけるというものは、さっきのこのパンツと一緒ですね。この下の部分が紐で、できますね。で、あと後ろに大きくハーレーって入ってます。で、僕はですね、こっちの紺色のやつはゴルフラインのやつで、カーキと黒はもう事前にですね、提供いただく前に欲しくなっちゃったんで買ったんで、ゴルフラインじゃないタウンユースのもの持ってます。ズボンの方はですね、これ全部下のやつはゴルフラインです。ゴルフラインのものはどう違うかと言いますと、このようにさっきのパンツは全部紐なんですけれども、ちゃんとベルトループついてます。当たり前ですけど。で、前もチャック、ファスナーがついてますね。こっちはファスナーとかチャックついてません。でね、ハーレーさんのゴルフパンツ、たまにね、ゴルフパンツなのに、後ろがですね、ポケットが2つついてないものとかありますけれども、ハーレーさんのはね、まあ、ゴルフ専用ですから、ちゃんと全部4つついてますね、当たり前ですけど。で、これね、秋冬すごい便利なんですけど、雨とかも降りますからね、レインウェア着るとき楽なんですけど、今 PGA ツアーでもね、いろんなメーカーで履いてる方いますけれども、リブになってます。これすごくいいですね。まあ、リッキー・ファウラーとか履いてたりとかしますけれども、そのような感じで。で、あとはですね、この帽子をちょっと、僕この色持ってなかったのと、この色はね、白は皆さんもね、持ってるかもしれないですけど、汗じみとかでね、汚れてしまうので、白いのもまた提供してもらいました。ちょっとカーキーのね、持ってなかった。まあ、ちょこちょこですね、またご紹介していけたらなと思うんですけれども、特に今年のね、秋冬物で、定番商品のね、ハイブリッドアウターとかワッフルインナー、は僕は今までね、いっぱい持ってるんで、そちらは今回紹介省きますけれども、新たにですね、まあ、セーターとかベストとかですね、で、このウーメンシリーズですね、これはですね、めちゃめちゃおすすめなので、タウンユースでも使えますし、さっき言ったみたいにね、ゴルフラインもありますし、非常にですね、実際手に取って着てもらえると全然違うんで、すごい軽量でですね、動きやすくて、ゴルフしやすくなってます。まあ、今までもですね、ポロシャツにしてもですね、短パンにしても、こう、ロングパンツにしてもですね、まあ、基本的にハーレーさんのゴルフウェアっていうのは、少しこう、硬派というか、無地で、ジェントルマンな感じなんですけれども、まあ、これですね、やっぱり日本のゴルフ場を、まあ、競技なんかされてたりとか皆さんしますと、当たり前なんですけれども、まあ、かなりドレスコード、厳しいですよね。で、ハーレーさんのマークはですね、まあ、大きくないですし小さいですし、カラーの方もですねシックな色合いなので、まあ、ぜひですね、まあ、大人のゴルファー、あとですね、まあ、最近なんかだと、学生さんとかでもですね、まあ、僕らの時代からそうですけど、学生ゴルファーがですねガラガラのゴルフウェアとかそういうわけにいかないと思いますからね、まあ、そうやってねちょっとゴルフを本格的に取り組む方は、性能と機能性ですね、これとファッション性がマッチしたハーレーゴルフぜひ来てもらいたいと思います。先週ね、日本シニアプロゴルフ選手権優勝した増田信弘プロもハーレー上下に来てましたよね。で、キャップもかぶって非常にね、かっこよかったですね。やっぱり増田信弘選手もですね、まあ、シニアプロですけれども、まあ、鍛え上げられた体ですね。まあもう皆さんもね、見てて分かったと思いますけれども、もうレギュラーツアーの選手に引けを取らない飛距離ですね。で、ああいうアスリートの体に無地のウェアね、めちゃめちゃ似合ってるし、まあ、ぜひですね、皆さんもハーレーゴルフ着てみてゴルフしてください。
じゃなくて5打ぐらいスコアになります。ということで今日の動画がいいなと思った方はぜひグッドボタンお願いします。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いします。それでは次のエピソードでお会いしましょう。